はい、どうも、ともしです。チャンネル登録よろしくお願いします。私ね、朝飯食うのやめたんですよ。今食ってるのは昼飯と夜飯だけですね。動画で見たのは、最初トレトレチャンネルで見たのかな。なんか16時間断食みたいのがあって、なんかそれが結構本が出てて、なんかそれで本で流行ってたみたいなんですけど、16時間断食するとなんかね、消化器官、胃腸からそのなんか老廃物がこう出てくみたいな感じで、16時間断食するといいんだよみたいな感じでね、そういうお話があるんですよ。で、前からまあ2食、1日2食っていうのはあったんですけど、なるほど、16時間断食っていうので、さらにこうモチベーションが上がったわけですよ。 ゴリゴリ言ってる。で、昼と夜ですね。で、だからまあそんな難しいことしないです。昼、夜10時前に食べて、お昼は2時以降にしただけなんですね。あんま難しくない。で、最初始めた時はね、これもっとうるさい。始めた時はもっと簡単だったんですよ。寝てたから。寝てたのが、起きたら大体2時ぐらいだったんで、難なく朝食カットできてたんですけど、最近ちょっと生活リズムが乱れて、朝早く起きたり、今日も早く起きたりしてるんですけど、でもね、最初はね、ひもじかったんですよね。結構そのヨーグルト食ったりチーズ食ったりしてナッツ食ったりして結構上をしのいでたんですけど、全然慣れました。朝食わなくても全然慣れまして、まあこれは個人的なことなんですけど、 なんだろう、ウーバーイーツやるじゃないですか。だからこう、今までは朝食ってから出てたんで、ちょっとその出るのが遅かったんですけど、すぐ出れるように朝飯ショートカットしたんで、よりピーク時間帯に近く稼働できるように、昼の場合ね、昼出る場合できるようになったんで、まあ収入増にもつながるんじゃないですかねと思いました。あと残念なところは、体重はなぜか減らないんですよね。いや、朝飯、人間ってさ、なんていうのかな、食べるカロリーによって、食べるカロリーより消費カロリーの方が多ければ痩せるはずでしょう。で、朝食わないんで、空量、カロリー減ってるはずなんですよ。でも体重は、まあ、増えはしない、さすがに増えはしないんですけど、その劇的に減るわけではないですね。現状 現状維持的なやつですね。リフォーム始まったな、どこ。昨日までこんなうるさくなった。用も始まった。で、だから体重はまあそんなに劇的に減らない。まあこれはあれもそうですよね。糖質制限ダイエットも昔やってたんですけど、私糖質制限してたんですけど、糖質制限もお金かかる割には体重減らなかったんです。チキンとか結構高いじゃないですか。サラダチキン、おにぎりの方が安いでしょ。あれやった割には減らなかったんですよね、糖質制限。まあ、糖質制限もなんちゃってかな、その昼だけだったかもしれないですけど。で、体重はあんま減らないですよ。ただ、脂質が減った。朝飯食わなくなった 朝飯食わなくなったんで、菓子パンとかサンドイッチとか買ってたんです。サンドイッチ結構高いじゃないですか、朝用のサンドイッチとか。そういうの食わなくなったんで、そこはコストカットできるようになりました。1日だから200円ぐらいはコスト型できているんじゃないでしょうかね。はい。あとは何だろう、コストカット、収入増、体重は現状維持みたいな感じで、まあ慣れました。まあだから、多分その摂取カロリーが、減ってないんでしょうね。朝食わない分、昼夜マシマシで食ってるから減らないんだっていうことだと思うんですけど、まあそこら辺はそれが事実でしょうね。まああとはどうなの、慣れですね。だから全然1日2食でもいけますね。1日2食も成長期でもないですし、いいんじゃないでしょうか。1日3食食べたら太るよねっていうところで、はい。まあだから、まあ2時があれかもしれないですよね。今日なんかも多分、11時ぐらいから稼働すると、1時過ぎにはもうご飯タイムになるんですけど、14時までステイなんで、
そこがちょっと辛いかな、めんどくさいかなってとこではありますね。はい。お父ちゃんも来た。それでは、この動画が良かったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。さっちゃんでした。